韩证券，中国股市行情。韩证券，中国股市行情。中国股市行情。内藤証券，中国株情報。皆さんこんにちは。内藤証券中国株情報の時間です。この放送は東京日本橋兜町内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110からの生放送でお送りします。そして今日も内藤証券中国部の千原康弘さんと一緒に番組を進めてまいります。千原さん本日もお願いします。よろしくお願いします。それでは先週から今週にかけての中国株式市場の動きです。まずは本土市場上海総合指数です。上海総合指数こちら昨日21日の終値が 3253.326 ポイントで、先週14日火曜日の終値に比べ 1.1% 高となりました。そして香港のハンセン指数です。こちら21日の終値が 23963.63 ポイントで、先週14日火曜日の終値に比べて 1.1% 高となりました。ではこの動きについて解説をお願いします。はい、ではですね、上海総合指数の動きから見ていきたいと思います。はい、上海総合指数は昨日まで続伸でした。今月13日に終わり値で3200ポイントを回復してから高値警戒感を背景にですね、一進一退だったんですが、今週20日月曜日にですね、前日比で 1.2% 高となりました。上場企業の増資について新しい規定が発表されまして、これを交換しました。増資に伴う新株の発行数を増資前の発行済み株式総数の 20% に抑えることになりまして、需給悪化への警戒感が後退しました。はい、中国本土市場は3月上旬に始まる全国人民代表大会全人代に向けてですね、政策的恩恵を受けそうな銘柄が物色されるようになってきています。はい、一方香港市場の方なんですが、16日木曜日にですね、約5ヶ月ぶりに、ハンセン指数がですね、終値で 24,000 ポイントを回復しました。はい、アメリカ経済の好調さが統計によって確認されまして、これが追い風となりましたね。ニューヨーク市場はトランプ大統領の減税策への期待感が高まっていまして、高値更新が続いています。これが香港の地合いにも影響を及ぼしてますね。しかしですね、21日火曜日はハンセン指数が前日比で 0.8% 安となりまして、4日ぶりに終値で 24,000 ポイントを割り込みました。昨日の前場終了後に HSBC が16年12月本決算を発表したのですが、これが市場予想を下回ってですね、地合いが大きく悪化しました。5場で HSBC が急落してですね、下落率1位の、ハンセン指数の下落率1位のですね、5% 安で終了しました。はい、これがハンセン指数の重荷となりましたね。わかりました。ここまでは本土市場そして香港市場の動きを解説いただきました。この後は知って得する情報コーナーです。内藤证券中国股市行情。知って得する情報コーナー。このコーナーでは中国にまつわるさまざまな話題を取り上げています。さあチャールさん、今週の話題をお願いします。はい、今回はですね、香港とマカオのインバウンド消費について話をしたいと思います。はい、インバウンド消費とは、外国人旅行者によるですね、消費を意味する言葉でして、日本でもここ数年一般的となってきましたね。そうですね。はい、香港とマカオはですね、中華人民共和国の特別行政区でして、経済や政治の面では中国本土からこう切り離されてですね、あたかも外国のような扱いとなります。はい、でまたですね、どちらも面積が小さくてですね、人口も少ないので、インバウンド消費に経済がこう大きな影響を受けるんですね。なるほど。香港やマカオは世界地図で見るとちょっとなんか点のような感じでね、はい、ちょっとちっちゃいのかなってやっぱ思ってしまうんですけど、どれくらいの大きさなんでしょう。はい、香港の面積は日本の札幌市と同じぐらいですね。で人口は700万人余りです。はい、で札幌市の人口が200万人弱ですから、それと比べると香港の人口というのはかなり過密ですね。そうですね。一方のマカオですが、面積は東京都の板橋区をやや下回る感じですね。あ、そうなんですか。はい、ただ人口は60万人余りでして、板橋区の55万人を上回ります。そうして考えると、マカオも人口は過密ですね。
まあ、確かに面積や人口は日本の市町村程度ということなんですね、うん、インバウンド消費に依存するのも頷けますね。そうですね。ではそのですねインバウンド消費の状況を見ていきたいと思います。はい。でまずはマカオですが、こちらはインバウンド消費の中心はカジノなんですね、うん、これは月間のカジノ収益の推移なんですが、2014年6月から26ヶ月連続のマイナス成長が続きました、はい、そして昨年8月にプラスに転じてます ね、はい、それ以降は今年1月まで6ヶ月連続のプラス成長ですけれど、まあ、伸び率がですね鈍化しまして、まあ、ここのところですね、まあ、カジノ株の重荷となりましたね、はい。で続いてカジノ収益を年次で見てみますと、こちらなんですが2011年から成長の鈍化が始まりました、はい。中国本土の後期粛清策とかあと経済成長の鈍化が影響したようですね、うん。2016年はまあ前年比で 3.3% の減少でして、マイナス成長は3年連続です。ただ注目してほしいのが減少率はちょっとこう縮小しているんですね、はいはい。でこのグラフを見ますとカジノ収益に構造的な変化が起きていることが分かります。でカジノ収益はですねここ2色に分けてるんですけれど、はい、まあ、ピンク色の大口顧客を中心としたこの VIP バカラ業務と、はい、あと青っぽい色のまあ一般業務に大きく分かれてるんですね、うん。でその比率が変化してるんです。例えば、はい、2011年はカジノ収益のうち 73% がVIP バカラからのものだったんですね、うん。ところが VIP バカラがカジノ収益に占める比率は年々低下していまして、はい、2016年は 53% だったんですね、うん。まあ、かなり落ち込みましたね。そうですね。でその一方で一般客向けの業務は比較的安定していまして、はい、まあ、これだけ見ますと2016年は 1.2% の増加だったんですね一般向けはですね、はい。でマカオ政府はカジノのエンターテインメント性を引き上げる方針を示していまして、うん、最近のカジノ開発もまあ一般向けの要素をこう多く盛り込むようになってますね、まあ、ラスベガスを目指すような感じですね、うん。でマカオのカジノ産業はまあ構造改革期を迎えていると言えるでしょうね、はい。一般も取り込む要素が増えているんですね。では香港の方どうでしょう、はいはい。香港についてはですね小売売上高を見ていきたいと思います。昨年12月の小売売上高はですね前年同月比 2.9% の減少でして、はい、まあ、市場予想ほど悪くはなかったんですけれどこれでマイナス成長は22ヶ月連続となるんですね、うん。こちらは長いですね。長いですね、はい。中でも売れ行きが悪いのが腕時計とかあとアクセサリーなどの高級品だったんですね、はい。で続いてこちらも香港の小売統計を年次ベースで見ていきたいと思います、はい。でこちらは2012年から成長の鈍化が始まってまして、うん、2016年は前年比 8.1% 減でした、はい。で大きく、はい、マイナス成長はですね3年連続ですよね、はい。でマカオのカジノ収入も先ほどお見せしましたが3年連続のマイナス成長でしたよね。ところが足元ではそのマカオのカジノ収益は減少率が縮小していました。ところがこちらのグラフを見ますと香港の小売上げ高は減少率がさらに拡大してるんですね。落ち込みが激しくなってます。これを見ますと香港とマカオのインバウンド消費は明暗が分かれていると言えるでしょうね。うん。そのインバウンド消費どうして明暗が分かれてしまったんでしょう。そうですね、その香港とマカオのインバウンド消費を左右するのは何て言っても、まあ、中国本土からの旅行者なんですね、はい。でこちらはですねその中国本土から海外に旅行した人の人数の推移なんですけれど、まあ、2014年に初めて1億人を突破しまして2015年は前年比9.7% 増の1億2786万人に上りました、まあ、日本の人口に匹敵するような規模ですよね。で2016年の数はまだ発表されてないんですが、上半期だけで6190万人に上ったそうです。で下半期のですね夏休みとか国慶節連休の状況を考えますと、まあ、2016年全体でもですね大きな伸びが予想されますね、はい。でこのようにですね中国本土から海外に向かう旅行者はまあ右肩上がりでこう増加してるんですけれどその香港やマカオの状況がどうなってるかを見てみますとこれがちょっと違うんですね。でこちらはですね
マカオを訪問した海外旅行者の推移です。で、中国本土からの旅行者は赤で示してます。で、これを見ますと中国本土からの旅行客は、2015年こそ前年比で 4% 減となったんですけれど、その他はプラス成長を維持してます。これを見ますとカジノ収益の減少というのが、その中国本土の後期粛政策を背景に大口顧客が減少したことで起きてですね、でその一方でなんか一般顧客が増加したんだなっていうことがこれを伺えますよね。で、一方ですね、香港を訪れた旅行者の内訳なんですけれど、2011年から鈍化しますが、2桁の増加率は維持してたんですね。ところが2015年に入りますと一気に前年比 3% 減まで落ち込みました。で、2016年になりますと減少率が 6.7% に拡大してるんですね。で、月次で見ますと昨年12月はですね、5ヶ月ぶりのプラス成長となったんですが、その前は4ヶ月連続のマイナス成長、そのさらに前は13ヶ月連続のマイナス成長だったんですね。で、香港の小売業だけ高がのマイナス成長が続いた背景にはですね、その中国の景気動向もあるでしょうが、足元でですね、中国本土からの観光客が大きく減少していることがあるんですね。この本土からの、旅行者が減少している理由として、やはりそれはヘイトスピーチだったり観光客に対する嫌がらせがあるんでしょうか。そうですね、香港ではですね、数年前から中国本土の旅行者に対するヘイトスピーチや嫌がらせがこう見受けられたんですね。で、写真や映像がですね、ネットでこう出回った上にですね、出回ったことでですね、香港を嫌う人がこう増えていったんですね。これが香港を訪問する中国本土からの旅行者が減少した原因と見られます。旅行者増えてるのにね、香港に行く人はどんどん減ってるわけですよね。そうですよね。また香港には行き飽きたっていう人が多いっていうのも理由の一つですね。で、中国本土の人々にとって海外旅行の行き先は一つじゃないんですね。当たり前の話ですけれど、中国人観光客が数が多いので、あたかも例えば日本人にとってはですね、中国人旅行客のほとんど全てが日本に来てるような錯覚に陥りがちなんですけれど、実はそうじゃないんですね。中国人旅行客のうち日本に来てるのはほんの数パーセントに過ぎないんですね。そうですよね。以前ご紹介くださいましたよね。で、日本と中国の関係が悪化したり、また日本の人気が落ちたりすれば、中国人旅行者は行き先を欧米とかですね、あと東南アジアに切り替えるでしょうね。最近の日本はインバウンド消費の誘致に力を入れていますが、これはこう覚えていた方が良さそうですよね。そうですね。これは訪日外国人のこう推移なんですけれど、これを見てみますと、その中国本土からの旅行者はここ赤で示していますが、2016年は全体の4分の1を占めてますね。で、このグラフはですね、2010年以降のものなんですけれど、これをよく見ますとですね、折れ線の伸び率とか見ますと、2011年は東日本大震災の影響で、中国からの観光客とその他の国からの観光客どっちもこう大きく落ち込みましたね。で、2013年の方を見ますと、その中国人以外は 30.5% の増加だったんですけれど、中国人は 7.8% の減少だったんですよね。で、これは2012年の後半に起きた尖閣諸島の国有化によるその日中関係の悪化が原因だったんですね。で、これを機にですね、その中国本土では大規模な反日デモが起きまして、で、中国の人はね、なんか自分たちもその報復を受けるんじゃないかってこう考えてしまって、それで中国に来なくなったりするわけなんですね。実際そんなことないんですけどね。またその日本に旅行に行こうとすると、その旅行に行くと日本経済を潤すことになると見なされてですね、愛国的な親戚とか家族に日本行きを止められるようなケースも多かったらしいですね。それは良いです、で、インバウンド消費を誘致するこの活動がですね、日本の各地で活発なんですけれど、その前提条件というのはですね、日中関係がうまくいくことっていうことですね。そうですよね、やはりね。本日は香港とマカオのインバウンド情報について解説いただきました。それでは本日はこの辺で失礼いたします。千原さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。